して続いてがこちらですね。いやもういつもねラッピングがめちゃくちゃ可愛いと思ってバタコさん、いやなんかねハンコをすごい使ってくださって、これはアリサンド赤メガネさんではもう素敵なオリジナルバッグ作ってくださってるのがめちゃくちゃ嬉しいんですが、ハロウィーンな空気ですね。サンキューということで、こちらこそありがとうございます。いや可愛い、可愛すぎる。開けさせていただきます。いやこういうラッピングねもうワクワクしちゃいますよね。こちらがなんだろう、可愛い紙物が見えた気がする。あらうわーわーわー可愛い、可愛すぎる。うわー嬉しい。あなんか可愛い子もついてる。いやなんかこういうメッセージがあったかい。もうね使ってくださってるハンコとかもめっちゃくちゃ可愛いんですよね。嬉しい。でまずこちらなんて可愛い、おうちの絵柄で、うわ大好きだなこういうの。ちょっとぶちゃかわな猫たちが周りに描かれていて、開けさせていただきます。いや何入れようかなこの可愛いカンカン。いやー嬉しい。あしかもちょっとポコポコしてる。ではせーの、素敵なシールが入ってるのと、バター風味の米粉クッキーということですね。ちょっとねまだまだ腹ペコなので、あの空腹でねあの開封始めたので一個だけいただきたいと思います。ではではいただきます。うん、美味しい。結構バターがしっかり効いた大好きな味のクッキーで、うん、大事に大事にちょっとずついただきたいと思います。ごちそうさまです。袋に貼ってくださってたチョコチップクッキーくんっていうのかな、これも可愛すぎますね。どこに貼ろうかな。いやこういうのめちゃくちゃ嬉しいです。いやそして美味しそうなコーヒーがいっぱい。イヤースマイルメイドミーハッピーということで、かわいいハンコ一緒につけてくださってね、なんかこういうのが嬉しいな。ハロウィンブレンドとモンブランフレーバー、珍しい、モンブランとパンケーキフレーバー、へえ楽しい味がいっぱいで、わ後ほど大事に美味しくいただきたいと思います。でこちらもすごく可愛くラッピングしてくださっていて、作家さんの作品、大好きな作家さんの作品ということで、可愛いクマちゃんもねいますね。いやラッピングが可愛すぎるバタコさん。わーお手紙入ってました。いろんな初めての出来事本当におめでとうございますということで、わーありがとうございます。なんかねここにタッターくんもすごく可愛く押されてるんですが、そのショボーさんもね3周ぐらい回られていて、でその度にねこうブースの方にちょこっとこう見て寄ってくださるのすごく嬉しかったです。ありがとうございます。お声掛けいただいて。で、こちらの方が、ハッピーシード、幸せの種ですね。いや、クマちゃん、かわいすぎる。
これもね、後でなんかどこかに上手に活用していきたい。丸善って書かれてますね。キラキラの可愛い袋に入れてくださっていて、いや、なんかこういうちっちゃな包みってね、なんかワクワクしちゃいますね。いや、袋も可愛い、キラキラだわーこれも使わせていただこう。なんだろう、触った感じだとハンコかなっていう感じなんですけど、あ、ハンコだ、よいしょ、私の太い指ではせーの、さっ、わー、うわ、かわいい、クマちゃんだ、かわいすぎる。多分こちらのハッピーシードっていうお名前がお店のお名前かなと思うんですが、いや、可愛すぎるハンコ。作業スタンプ、お手紙書けるよということで、ショップさんの名前は特に書かれてないので、いや、可愛いハンコ、大事にね、あの手帳タイムなどに使わせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。で、続いてがこちらですね。はい、江ノ電グッズショップということで、何やら江ノ電のグッズを入れてくださったそうなのですが、楽しく見させていただきたいと思います。なんか紙物もいっぱい入れてくださっていて、あ、りつきさん、ありがとうございます。懐かしい、りつきさんも一番初めのオフ会参加者さんで、本当にありがとうございます。なんと江ノ電のロルバーセットを入れてくださっていました。本当にありがとうございます。いや、私ね、この絵柄大好きなので、何冊あっても嬉しいということで、いっぱいね、使わせていただきたいと思います。あと、この海を走るね、江ノ電のクリアファイル持ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。一緒にこうやって使わせていただこう。で、こちら愛用しているリング用下敷きですね。もうこの素敵すぎる江ノ電のこの下敷きは、一緒にセットでこうやって使わせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。こちらがかわいいぷっくりな鉄道のマグネットと、ドラえもんのオリジナルハンドタオルって書いてありますね。ホットモットということで、ちょっと開けさせていただきます。あ、長男が喜びそうだ。あら、かわいい、あら、かわいい、いや、これは長男が喜びそうなので、使ってもらいたいかなと思います。ありがとうございます。そして一緒の袋に入ってたのが、かわいいキキララちゃんのスクエアポーチということで、あ、こうどこからでも開けられるクリアポーチになってますね。なんかグリーンかけるキキララちゃんがすごく珍しい気がする。かわいいクリアポーチと、あ、でこちらが電車とキキララちゃんのマステですね。ちょっとマステは子供までなんですが、マステも一緒に入れてくださってありがとうございます。いや、ですごいぷっくりした可愛らしいローディットバッグ入れてくださっていて、可愛いモフさんのテープが可愛すぎる。見させていただきます。いや、りつきさん、ほっこりな、めちゃくちゃ可愛らしいレターセットに書いてくださっていて、第1回目のオフ会からもう1年以上経つんですねっていう風に書いてくださっててね、びっくりですよねもうそんなに経っちゃったんだっていう。でも、なんかその1回目とかのオフ会の参加者さんたちがまた会いに来てくださるっていうのは、めちゃくちゃ嬉しいです。本当に
本当にありがとうございます。でローディットバッグがちょっとこう秋の雰囲気で可愛らしいコラージュしてくださっていて、カクテルに入った可愛い女の子もいますね。スズランのお花つけてくださってたりとかして、見させていただきます。あ、スプラが見えた。あ、裏がスズランだ。あ、嬉しい、綺麗。あららら、まずね、なんだろう、すごい物語の中の宮殿みたいな、めちゃくちゃ綺麗なペーパー入れてくださってますね。ブラックかけるパープルっていうのが非常に珍しい。いや綺麗、すごーい。へえ。いや、ありがとうございます。嬉しい。あとシーリングスタンプ、多分手作りかと思うんですが作ってくださっていて、楕円形の素敵なお花形だったりとか、これマーブルで綺麗ですね。マーブルの絵柄に、あとお花も一緒に入っちゃってたりとか、これ綺麗ですね。色味が分かれていて、塗ってくださったんかな、これは。ありがとうございます。で、あとめちゃくちゃ可愛らしいハリネズミのミニミニお手紙セットですかね。いや、ほっこりする。これは大事に使わせていただきます。可愛すぎます。このポチ袋可愛すぎる。シマエナガさんたちかな、可愛いおめでたい食べ物のセットになっていて、あ、これはマステ巻きだ。あら、可愛い、懲りない柄のマステ巻きを入れてくださってますね。あ、嬉しい。後で大事に伸ばさせていただきます。いや、でこれ珍しい。イカちゃんの大カットミニ付箋。あ、これ私も見たことなかったですね。わ、手帳に使わせていただこう。ありがとうございます。で、こちらがグラシンの封筒に入れてくださっていて、こちらが素材紙たちですかね。使いやすそうな、あ、かわいい。お花だったり、あと桜に王冠ですかね。あとかわいいカードセットを入れてくださってて、ほっこり系ですね。ありがとうございます。で、ローディットバッグの中身の方が、まずハチワレさんの大きな顔のクリアファイル入れてくださっていて、なんか入ってる。何かが入ってる。あ、こちらは可愛い電車系のぷくっとシールをまず入れてくださっているのと、サンリオキャラクターズのキラッとシール3ということで、なんか丸々もちもちとしててとっても可愛いシールですかね。ありがとうございます。なんかシュークリームみたいな丸々さですね。で、あとシールコレクション2も入れてくださってたので、ちょっと見てみたいなと思います。ブラインドはね、やはりドキドキするなということで、可愛すぎる。諦めたくない。お野菜祭り、あ、ちょっと焦っちゃってるとこですかね。コクン、いや、かわいいなこれ誰だっけ。かわいいな。で、わーん、大丈夫だよ。いや、いいですね、なんかね。これも多分娘ちゃん全部持っていくかなと思うんですが、ありがとうございます。で、こちらがおすすわけっていう風に書いてくださった袋の中には、よいしょ。いや、これはキラッキラのメモがいっぱい。うわ、すごい。これはなんか以前この
キラキラメモはお見かけしたことがあるような、すごいですよね。クマちゃんかけるキラキラだ。いやすごい神々しいクマちゃんが。へえ。いや紙物の世界は本当に本当に奥が深い。なんでしょうね、なんかクマちゃんがキラキラしてる、ちょっと魔法な雰囲気が出てきますね。あ、一枚一枚見てたらちょっとね、日が暮れても終わらなくなっちゃうので、ちょっとザクザクとのご紹介になっていくかなと思うんですが、サンリオ系だったりとか、クロミちゃんですかね。と、可愛いクマちゃんたちに、ちょっとね、後ほど一枚一枚じっくり見させていただきたいと思います。あ、クリームケンさんだ。で、あと素敵な素材師たちに、これすごい。シャチかな？男の子がシャチを見上げてるポストカードになってて、これは多分作家さんのですよね。いや、なんだろう。君の名はみたいな雰囲気ですね。ありがとうございます。で、続いての可愛らしいお花の袋に入れてくださってるのが、あらいや、まずね、すごく美味しそうな、ピントピント、ぶどうゼリーのチャームですね。美味しそうありがとうございます。これは名古屋名物の小倉トーストの8割さんだ。可愛すぎるありがとうございます。どこにつけようかな、可愛いいいな、小倉トースト食べたいな。こちらがとっても可愛いシナモンロールの紙ゴムの方と、でこちらがマクドナルドのちいかわのシールですかね。ティロリティロリっていうのがすごいよくわかる。いい匂いがするぞ。そう、マクドナルドのポテトってね、なんであんないい匂いするんですかね。時々ね、やっぱり食べたくなっちゃう。ありがとうございます。で、あとこちらがシール付きちょこっと小箱、お裾分けに使えるということで、いちご牛乳のパックになるんですね、これ。へえ、面白い。ちょっと一個組み立ててみていいですかね。気になるな。こうしていや、なんかこういうの、なんかこういうのほっこりしちゃうな。こんな感じで、あ、かわいい、こんな感じだ。で、ちょっとシールをちょっとシール軽く貼っておいて、かわいいですね、これ。なんかね、雑貨とか入れてちょっと飾っておきたいかなと思います。あ、でこちらは嬉しいメモシートということで、切符柄ですね、回数券。いや、ありがとうございます。大事にこちらも使わせていただきます。で、一番最後が、あ、素敵だ、ステッカーですね。綺麗なお姫様みたいな女の子たちのステッカーを入れてくださっていて、綺麗。あららら。いや、なんかこの韓国系のステッカーってね、絵柄が本当に美しいんですよね。多分ね、一枚一枚手書きされてるのかなと思うんですけど、いや、すごい、
貴婦人がいっぱいですね。と天使様がいたりとか、いや、いっぱいありがとうございます。それではあと半分以上、お土産いただいてるので、ちょっと机の上一度フラットに戻させていただいて、続いてこちらの元気でポップな袋の方を見させていただきたいと思います。なんかすごいアートな雰囲気ですね。すごい。こちらの方がなんだかね、大きな、あ、マカロンさんですね。すごい頑丈な封筒に入れてくださっていて、こちらが、わー、デザペが入ってる。あらー、うわー、かわいい。まずローディットバッグですかね。いや、かわいすぎるラッピングが。うわー、見惚れちゃう。かわいい。ハートのレースもめちゃくちゃ素敵で、ありがとうございます。嬉しすぎます。で、かわいいクマちゃんのシール貼ってくださっていて、いや、すごい。ご自身で素材を作られて販売されているんだそうで、インスタなども概要欄に載せさせていただきますんで、気になる方はぜひぜひ見に行かれてみてください。かわいい。いや、なんかペーパーの雰囲気がめちゃくちゃ好みです。嬉しすぎます。うわー、このまま飾っておきたい。かわいい。お花のレースが最高ですね、これね。うわー、あ、まず嬉しい、クマちゃんの大カットだ。嬉しすぎる。いや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 、そう、私ね、台って全然上手に抜けないので、いや、ありがたすぎます、こんないっぱいで。あとフレームもめちゃくちゃ可愛い。うわー、素敵だー。なんかね、独特のポコポコ感があって、ダイカットって可愛いんですよね。で、あとこちらこのままなんですが、ラブーの文字も抜いてくださってて、嬉しすぎます、本当にありがとうございます。で、こちらがマカロンさんが販売されている、多分素材ですかね。素敵な女の子に猫ちゃんのメモ帳になってて、いや、ありがとうございます、使わせていただきます。で、そしてめちゃくちゃ素敵なお花のパーツにクマちゃんの袋も入れてくださってて、いや、もう幸せだ、これは。あ、すごい、プチローディットバッグになってる。へえ。いや、これ裏面もね、めちゃくちゃ素敵な大カットを使ってくださってて、お花が可愛すぎます。うわー、幸せー。で、表側にとっても素敵なコラージュと、これはリボンみたいな素材も一緒につけてくださってて、うわー、うわー、マカロンさんのコラージュめちゃくちゃ好きだ。ホワイトの葉っぱって素敵ですね。いや、こういうホワイトコラージュも上手になりたい。そして塗ってくださってて、めちゃくちゃ嬉しい。入れてくださっていたのがめちゃくちゃ素敵な小さなメモですね。いや、かわいい。すごく好きだ。いや、私もちょっと後でショップ見に行かせていただこう。いや、好きだな。上品な感じで大事に使わせていただきます。で、あとめちゃくちゃ素敵な女性のメモ帳ですかね。いや、シックで、すごく素敵で、表と裏で絵柄が違うんですね。
あら素敵だ、ありがとうございます。綺麗ですね。いや幸せになっちゃうな。すごい、なんか細部までめちゃくちゃ可愛いローディットバッグで、いやなんか幸せになっちゃう。うわー好きだな。でこれはどうなってんの、あマグネットだ。シーリングスタンプにレースをつけてくださった可愛らしい蓋になっていて、うわー、いや可愛い。まるまるもらっていいんですか、こんな素敵な、こんな素敵なメモ帳。可愛すぎる。いやいやいや、めっちゃくちゃ好きです、大好きです。うわー、いや可愛いな。いやこんないっぱい、すいません、本当にありがとうございます。でこちらがブルー系のメモ帳になっていて、いや好きだな、なんかちょっとレトロな雰囲気で、一緒に雪の上を歩いている兄弟っていう感じですかね。いやすごく好きです、大事に使わせていただきます。でこちらが素材紙ですね。すごい、何でも作られてる。時計の絵柄と、あとお花の絵柄ですかね。すごい、こんなにいっぱい。お友達にもね、あのお裾分けとかで分け分けしたいなと思います。大感謝です本当に。でそしてこちらが自作されているデザインペーパーですかね。素敵な絵柄が見えてる、嬉しすぎる。あ、可愛いテープ使ってくださっていて、いやまず可愛い、すごく好き。うわ、これで蛇腹とかファイルとか作ったらめちゃくちゃ可愛いですね。いやあのど真ん中です、本当にど真ん中で大好きです。あ、嬉しい、両面印刷だ。あ、すごい、たくさん入れてくださってて、でシックなお花柄ですね。お花柄も裏側淡いピンクになってて、あ、さっきの美しい女性だ、これは平袋にしたくなる。綺麗ですね。あ、で裏側綺麗なお花柄入ってて、でちょっとシックな白黒の、あ、裏がちょっとベージュになってる。これもなんか包装紙とかに使いたい感じのペーパーだったり、うわうわ、これも好きだ、額縁と鍵だ、めちゃくちゃ好きだ、すごく使ってみたい。裏側も素敵ですね。あ、綺麗、ちょっとくすんだドライフラワーみたいな感じになってて、かすみ草がいいですね。素敵な裏のデザインと、うわすごい、宮殿かなこれは。綺麗、なんともシックなデザペだったり、こちらもファイルに中に使いたいような感じの綺麗なお花のデザペですね。レースの絵柄がすごく素敵。裏面も優しいな。でこのダイヤ柄も
綺麗ですね。なんか色味がねふんわり柔らかくて、いやマカロンさんの色使いがめちゃくちゃ好きです。であとちょっとシックなお花柄、秋冬にぴったりですかね。シックなお花柄にホワイトも、これは包装紙に使ってみたい。平袋とかにもね良さそうな感じで、綺麗なレース柄で、こちらもホワイトのお花柄に、あ、レース柄ですね。あ、すごい素材紙も入ってる。とってもシックな女性たちの素材紙も綺麗に入れてくださってて、さっきのペーパーに合わせてめちゃくちゃ使いたい感じですね。あ、これはすごく好きな感じだ。こういうカメオデザインの素材紙ってあんまないですよね。いや私カメオ大好きなんですけど、うわ好きだ、すごく好きだ。でこちらちょっと文字系になってて、ちっちゃい女の子とかがいるのが、いや大好きですね。すごい、こんな作られてるの尊敬してしまう。あ、でうさちゃんもかわいい、好きだな。本の絵柄が入ってたりとか、いや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 、いや素敵すぎる。デザペと素材師たちまで本当にありがとうございます。いっぱい使わせていただきます。で一番最後にこちらがロールシーですかね。柔らかな雰囲気で、こちらは本当に包装とかに使えるような柔らかなペーパーになってて、ちょっとね綺麗なまま一回保存しておきたいのでこのままなんですが、可愛い包装紙も入れてくださって本当に本当にありがとうございます。嬉しすぎます。もういやなんか可愛すぎる特大プレゼントを本当にありがとうございます。すごく楽しく使わせていただきたいと思います。で、続いてがこちらですね。すごくね可愛らしくマスキングテープでコラージュしてくださった封筒で、こちらキューポ堂さんでしたかね確か。私もね似た種類のマステ持ってるので多分そうかなと思うんですが、開けさせていただきます。まず札幌ポテト後ほどいただきたいと思います。ごちそうさまです。とこちらは紙物ですかね、ちょっと見させていただきたいと思います。まずね可愛らしくシールなどでコラージュしてくださっていて、猫ちゃんがドリンク飲んでますね。素敵な封筒にコラージュしてくださっていて、で手前側には使いやすそうな素材紙たちですかね。綺麗なバラ柄だったりとか、あ、綺麗なバラ柄がメインの素敵な素材紙を入れてくださっていて、であとはレターセットですかね。多分表の猫ちゃんと同じシリーズかなと思うんですが、こちらの可愛いレターセットと、そしてローディットバッグの中にはさらに小さな可愛らしいローディットバッグが入っていまして、ハロウィーンな感じですね。あれ、この猫ちゃんは見覚えがある見覚えがある可愛い猫ちゃんのシール貼ってくださっていて、これはすごいなんかこちらもちょっとハロウィンチックなムードになっていて、あ、ナバニャーさんですね。ありがとうございます。可愛い、これはプチファイルになっていて、開くとこんな感じですね。うさぎちゃんがいててくれて、で下のポケットには素敵な素材紙たちが入ってますね。
綺麗なお花の素材紙など入れてくださっていて、で反対側フラミンゴですかね。でこちらの中に入っていた後ろのところには、で可愛い素材紙たち、猫ちゃんですね。可愛い猫ちゃんの素材紙たちや建物などを詰めてくださってました。前のポケットには、あ、お手紙ですかね。つむじんさん、フロムナバニャンさんということで、あ、可愛い、ラドルチビータさんですかね。あ、可愛い、小さなブックタイプの、あ、女の子がちょこちょこ入っていて、わ、使わせていただこう。ありがとうございます。なんだかほっこりしてしまう。とっても可愛いカードタイプの小さなファイルと、で中側にはこちらも素敵にコラージュしてくださっていて、表には可愛いカリタって書いてある、あのコーヒーのグッズのカリタさんですよね。まさかメモ帳が出ていたとは知らなかったな。素敵な可愛いミニメモと、でドルチェビータさんのメモ帳があるとは知らなかった。可愛いメモ帳も入れてくださってますね。やっぱりドルチェビータさん可愛いな。ありがとうございます。で続いてがこちらですね。すごく可愛い猫ちゃんのショップバッグに入れてくださっていて、大きな包みが入ってるのが見えますね。こちら、あ、コギミュンだ、サンリオ系ですかね。大きな包み開けさせていただきます。こんなコギミュンの可愛らしい袋があるとは知らなかった。大阪土産だ。びっくりした。あ、で、あと紙袋と、あらら、嬉しいな。そう、あの大阪だったりとか、あと長野、九州から来られてた方もいらっしゃってびっくりしました。遠方から来てくださった参加者さん、本当にありがとうございます。可愛すぎますね、レターセット。あ、チョコルンルンさんという OK ということで、ありがとうございます。読ませていただきます。岡山からご参加くださったんですか。岡山から娘さんとご参加くださったということで、あの娘ちゃん2人とご参加くださった方ですかね。お手紙を書いてくださったレターセット多めに入れてくださっていて、可愛すぎますね。なんかほっこりなレターセットで、ありがとうございます。いや、これ大阪で多分こう乗り継ぎとかがあったのかなと思うんですが、レンコン入りのど飴ということで、いや、ありがたすぎる。可愛すぎる。うわー、これリビングに飾らせていただこう。私もね、のど飴ちょこちょこ舐めたりしてるんで、中を舐め切ったらね、あののど飴入りにさせていただきます。本当にありがとうございます。舐めるの楽しみですね、これね。いや、嬉しい。大好きな缶がすごいいっぱいになってる。で、あと、ヒルゼンジャージーキャラメルザックルということで、美味しそう、嬉しい、ノンフライ食べきりサイズ、ちょっと1個だけいただいていいですかね。非常に気になっちゃう。ちょっとずついただいてね、あの残りは大事にいただきたいなと思うんですが、ではでは、くっついてる、いただきます。うん、うん、美味しい。いや、ノンフライっていうのが信じられないぐらい甘くって、フランスパンみたいですね。いや、残りはちょっと大事にいただきたいと思います。ごちそうさまです。
こちらがすごく可愛い紙袋に入れてくださっていて、サンリオのこんな可愛らしい紙袋があるとは。あら、これはカードのファイルになってて、マステ巻きだ。あ、なるほど。そっか、カード入れにこうやって、あ、サンリオ大好きなんですね、チョコルンルンさん。可愛いキャラクターものの、わ、楽しい。マステいっぱい入れてくださっていて、いや、なるほど。わ、でっかいムーミン、すごい。うわー、すごい。貼るのめちゃくちゃ楽しみです。いや、嬉しい。すごいなー。いやいやいや、大事に大事に使わせていただきます。ありがとうございます。こちらが、わ、かわいい。うわー、これは深川愛子さんの、うわ、嬉しい。なんてかわいいマステ。ちょっとこう見るだけになるんですが、サブちゃんなどで伸ばさせていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、ちょっとこれ開けてみていいですか。これちょっとピントがこれで見えますかね。うわ、かわいい。このシリーズのペン、私も本当によく使ってるので、いや、クリアチャームがかわいすぎる。大事にいっぱい使わせていただきます。本当にありがとうございます。かわいい、嬉しい。続いてがこちらですね。もしかしたら、あの、違う方のも一緒に入っちゃってたら、あの、すいません、ちょっと荷物詰めるときに分からなかったんですが、たくさんたくさんいろいろ詰めてくださっていて、すごいすごい。じゃあ、こちらちょっと開けさせていただきます。つむじん様へということで、なんかね、ポコポコしていて、何か入ってるのかなという感じなんですが、あ、クッキーかな、これは。あー、美味しそう。かわいい。いや、嬉しいな。ごちそうさまです。かわいすぎる。いつも配信楽しみにしています。これからも頑張ってくださいということで、すごく可愛いカードセット。いや、嬉しい。嬉しすぎます。ちょっと開けさせていただきます。ちょっとすいません、こちらこのままでなんですが、ムーミンのフレークシールですかね。ちょっとね、後ほど楽しく見させていただきます。ムーミン大好きなので嬉しいです。で、こちらはだんだん畑のポケットになっていて、かわいいハリネズミさんの活版のカード。うわ、かわいい。ちいちゃなハリネズミさんの活版のカードなど大好きですね。ありがとうございます。入れてくださっていて、で、あとほっこり系のメモもたくさんたくさん、かわいい、入れてくださっていて、なんかこう、ちょっと紙箔お好きなのかなっていうムードが、これは飛松翔一郎さんかな、そんな気がするな、多分。あ、やっぱりそうだ、飛松さんがお好きなんですかね。あ、かわいい。ほっこり系の絵柄がね、なんだかたまらないですよね。この大きなメモは初めて見た。くまさんがコーヒー入れてますかね。ありがとうございます。で、こちらはガチャガチャが見えてる。ガチャガチャやってくださったんですかね。ありがとうございます。開けさせていただきます。なんかね、ガチャガチャの贈り物ってなんだかワクワクしますね。あ、これはオビワンさんでは
パウチコレクションって見えた気がする。めちゃくちゃ貴重なんだ。うわかわいい。うわオビワンさんのハンカチだ。良いんですか。かわいすぎる。やむやむって書いてある。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。なんだろう、布的にはハンカチというかプチ風呂敷みたいな感じなんで、物を運ぶ時とかにも便利そうですねこれね。いやありがたい。であと2種類のガチャガチャを入れてくださっていて、いや嬉しい、ありがたすぎる。うわかわいい、巾着だ。かわいすぎる。いやこのねパンダちゃんのシリーズめちゃくちゃ好きだなと思いながら、なんかこううまいことねあのカンカンとかゲットできてなかったんで、めっちゃくちゃ嬉しいです。やむやむハオチーズかわいい。ありがたい。でこちらはうわーかわいい。うわーうわー素敵ー。いやーなんか大丈夫ですかね、なんかご自分のちゃんとゲットできましたかね、こんないっぱい入れてくださって。ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。大事にいっぱい使わせていただきます。であとこちらもすごく素敵なラッピングしてくださっていて、いやなんかワクワクする。開けさせていただきます。すごくねリボンの素材が面白い素材使ってくださってますね。なんだろう、朝のブレードみたいな面白い。すごく素敵なカードもかわいいつけてくださっていて、ちょっと中見させていただきます。近所のおもちゃ屋さんに立ち寄った際に見つけたものです。ぜひつむじんさんと思いということで、おもちゃなんですね。接近さんありがとうございます。めっちゃ可愛くて、あらー、うわー、モリンタさんのフィギュアだ。今ね机の右端にもモリンタさんのフィギュアいててくれてるんですけど、まさかもう2体やってきてくれるなんて、うわ嬉しい。ちょっとねせっかくなので開けさせていただきます。うわありがたすぎます。こちら確かね1体あたりめちゃくちゃ高かった思い出があったんですけど、申し訳ないです2体も。いやありがたすぎます。入っている女の子がこんな感じになっていて、シークレット2体ですかね。せーの、あまだだ。それではせーの、せーの、じゃん。うわーかわいい。うわーブルーのニットがめちゃくちゃかわいい。女の子だー、モリンタさんっぽい。うん、本当に細部までめちゃくちゃ可愛いんですよね。いや感激です。うわー可愛すぎる。本当にありがとうございます。そう他バージョンもね以前右端の子を購入した時に買いたいなって思ったんですけど、また今度にしようって思ってたんで、すごく嬉しいです。いやびっくりした。いやこちらもせっかくなので開けさせていただきます。こちらなんかちょっと小さい子が入ってるイメージですかね。いやかわいい、なんかかぶってたりして、どんな子が入ってるかな。うわワクワクする。開けさせていただきます。せーの、じゃん。うわうわかわいい、かわいすぎる。
やなんか水色同士でめちゃくちゃバランスが良い組み合わせで、うわーありがとうございます。可愛すぎます。メガネの女の子が、うわーうわー本当に嬉しい。こっちの子お手紙抱えてて、うわー大事に大事に飾らせていただきます。本当にありがとうございます。すいません接近さん、私先にお手紙読んでなくて、ちょっとお先に読ませていただきます。甲子園を待ちわびてうずうずしていますということで、すいませんちょっと最近動画の投稿のんびりになってしまって、落ち着いてからまたのんびりのんびり動画投稿していきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。いやー大好きですということで、私も大好きです。本当にありがとうございます。で嬉しい、お裾分けファイルを作ってくださったということで、めっちゃ素敵な、めっちゃくちゃ素敵な、こんな素敵な袋見たことない。スクールバスですよねこれね。いや嬉しいな。まだまだ紙物初心者ですがっていう風に書かれてたんですが、お気持ちが嬉しすぎます。初心者さんとは思えない、綺麗、嬉しい。いやーいやー可愛い。開けさせていただきます。これは どっちが、あ可愛い可愛い、うわうわーかわいい、開いた、うわーすごい、パタパタタイプのお裾分けファイルになってて、うわ嬉しい、ありがとうございます。いや中のねペーパーの貼り方とかもすごく丁寧で、嬉しいなー、本当に嬉しいなー。いや見させていただきます。可愛いステッカーが見えてる。いやこちらはこんな柔らかい可愛らしいステッカーあるんですね。なんか結構こうステッカーって大人っぽい雰囲気のものが多いかなって思ってたんですけど、あ可愛い、うわーかわいい、これも韓国系なんですかね。わーすごく好きだ。これはコットンメロディーさんですかね。素敵な女の子のステッカーいっぱい入れてくださって、うわーかわいい、トランク抱えてる、うわかわいい。あこれは有名な作家さんだ。本当に綺麗ですよねこの方が描く女の子が、本当に繊細というか、うわーすごーい
ドレスの描き方がね、綺麗なんですよね。いや、かわいい。ブランコに乗ってたりとか。わー、ありがとうございます。貴重なステッカー。そしてこちらの右側、すごく素敵な編み上げリボンになっていて、ポストカードが見えてる。あ、メモ帳も見えてる。うわー、まずめちゃくちゃ可愛い、マロンクリームちゃん×倉橋玲さんの、可愛すぎますね、コラボレーションの可愛いポストカードと。わ、これはなんて可愛いカード。うわー、すごく好きだ。あれ、なんかリーベさんっぽいな、可愛いな。可愛い。うわー、すごい。いや、なんかハッピーになっちゃうな。レトロなアニマルちゃんとスイーツのコラボレーションがもう最高ですね。もう言うことない、最高ですね。うわー、大好きだ。あ、このウサギちゃんも最高だ、かわいい。なんてかわいいんだ。あ、裏も素敵。いやー、ありがとうございます。大事に大事に、まずめでてから使わせていただきます。いや、このファイルのアイディアがものすごく勉強になる。編み上げだったりとかで、いや嬉しい。シーリングスタンプいっぱい押して、あ、これはラピュタでは欲しいなと思っていたラピュタのシーリングスタンプだ。あ、嬉しい。素敵な透明のポケットになっていて、わあ嬉しい。いや、ちょっと嬉しすぎる。まずラピュタのすごくね、欲しいなって思ってたシーリングスタンプですよね。うわあ、しかもワチフィールドだ、ダイアンだ。シーリングスタンプがあるなんて知らなかった。嬉しすぎる、知らなかった。なんて可愛いんだ、ありがとうございます。いや、素敵すぎる、嬉しすぎる。で、もう一方はもうそのままのシックなシーリングスタンプになってて、こちらも素敵ですね。色2色入れてくださってたりとか。いや、このダイアンのシーリングスタンプ可愛すぎますね。ありがとうございます。で、こちらの可愛いポケットにはワンちゃんの可愛いシール、いや、これちょこっとしたのも嬉しい、貼ってくださっていて、縦蛇腹になってる、すごい。縦蛇腹になっていて、わ、まず一番初めのポケット、かわいい。日々を彩るデイリーシール、美味しい食べ物と予定たくさん。うわ、かわいい、嬉しい。いや、ほぼ日に使わせていただきますね。私日和っていう、あ、古川志向さんなんですね。うわー、ありがとうございます。可愛すぎます。で、2ポケット目がこちらは何だろう、塗りたくり絵かな、違う、これは特殊シーですかね。なんかすごく印象的な髪
紙を入れてくださっていて、あ、これは和紙かな、気持ちいい。いや、素敵な気持ちいい紙もありがとうございます。で、一番最後のポケットが、いや、かわいい。こちらにもかわいいメモを詰めてくださっていて、なんだか気持ちがもうほっこりしてしまう。あ、こちらもカリタさんですね。このカリタさんのメモは、あ、チリッシュさんだ、古川志向さんなんだろうか。あ、かわいい。クリムゲンさんも入れてくださっていて、虎と一緒だ。うわ、これ綺麗。あ、で、これはネムの木さんですね。私も大好きなクマちゃんのメモ帳だったり、これは紙箔ですかね。飛松翔一郎さんに、ここら辺はキューポドーさん、違うかな。あ、雲の上郵便局だから多分キューポドーさんだ。素敵。翼小包。素敵ですね。いや、嬉しい。素敵なメモ帳いっぱい入れてくださって。うわー、ありがとうございます。なんだかセッキンさんの優しいお気持ちがいっぱい入ったファイルで感激してます。本当に嬉しいです。いや、幸せすぎます。なんだか大事にね、何度もパタパタめくらせていただくと思います。可愛すぎます。もう、うわ、嬉しいな。すごく素敵なファイル作ってくださって本当に嬉しいです。しばらくね、大事に飾らせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。嬉しすぎます。で、あとこちらも一緒に入っていて、ハロウィンパーティーということで素敵なラッピングに入れてくださっていて、あ、焼き菓子ですね。ちょっと中身ちらっとだけ見せていただいて、こちらはこれはまた別の動画で美味しくいただきたいな。それまでに食べないように大事にとっておかないと。すぐ食べたくなっちゃうから。焼き菓子大好きなのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、あとこちらも一緒に入っていて、虹色って書いてありますね。こちらは、あ、嬉しい、コーヒーだ。あ、これは別の参加者さんでしたかね。すいません、いろんな荷物がちょっと混じってしまっていて、手帳の一ブレンド、コーヒー買ったんでお裾分けですってくださった方いらっしゃったんですけど、本当にありがとうございます。いや、飲むのが楽しみだ。大好きなのであっという間に飲んでしまうと思いますが、いただきます。あと一緒に入ってたのがこちらですね。飛松翔一郎さんのすごく素敵な可愛い袋。癒されますね、なんだかね。で、素敵なシールつけてくださっていて、こちらがよいしょ。あら、うわー、素敵。トリックオアティーということで、ブラックティーって書かれてますね。ハロウィン限定の紅茶、
ミルクティーにもおすすめですということで、あ、ミルクティーにして飲ませていただこう。いや、可愛すぎるパッケージ、大事にいただきたいと思います。ごちそうさまです。で、あとこちらですね、すごく素敵な封筒のお裾分け作ってくださって、どうもありがとうございます。いや、綺麗、パープルが貴重になっていてめちゃくちゃ素敵。いや、まずこちらが素敵、綺麗にコラージュしてくださって、真ん中が穴開いてますね。へー、おしゃれー、くり抜かれていてトレペになっていて、綺麗な女の子のコラージュしてくださっていて、こちらは、あ、嬉しい、ロールシールだ。いや、なんて嬉しい。あ、これはハミルドールちゃんの素敵なロールシールに、あ、マステやペットテープも入れてくださってますね。いや、たくさんたくさん入れてくださってるので、ちょっとずつのご紹介なんですが、うわー、チリッシュさんがいっぱいだ。いやー、ペットテープ嬉しすぎる。あ、チリッシュさんお好きなんですかね。大好きなペットテープがいっぱい入ってる。あ、で、これはなんてかわいい。うわー、すごく好きだー。なんかふんわり柔らかなペットテープ、珍しいですね。いやいや、かわいい。うわー、スズラン持ってる。あ、で、こちらは大好きな女の子の後ろ姿のペットテープですね。ありがたい、大好きですこのシリーズ。で、一番最後がめっちゃくちゃ可愛らしい女の子のペットテープですね。うわー、コラージュしたくなる。このメガネの女の子とかちょっと珍しいですよね。いや、可愛い、好きだな。ありがとうございます、こんなにいっぱい、嬉しすぎる。で、あとこちらがめちゃくちゃおしゃれな封筒のお裾分けですかね。これはなんとなくネムの木さんのペーパーのような気がするけど、違うかな。かなりね、がっちりめの素敵な封筒を作ってくださっていて、いや、嬉しい。中はパープルの銀ガムチェックですね。まずマステ巻き、このままでなんですが、ピカチュウがいたり、パンダさんいたり、ビームスも入ってる。へえ。いや、なんか可愛いマステがいっぱいで、後で伸ばすのすごく楽しみです。ありがとうございます。で、こちらがチリッシュさんの大カットメモですかね。いや、大好きなので、すごく嬉しいです。パープル系の女の子に、あとウサちゃんかけるイチゴの可愛い大カットメモですね。あ、で、これは指揮しているクマさんの可愛い大カットメモになっていて、なんかね、ちょっと兵隊さんみたいな雰囲気が可愛くて、うわー、大好きだー。いや、もうフェアリーレディさんのこのシリーズ、私もね、ずっと大好きです。本当に好きです。もう、あ、このクマちゃんは知らなかったな。これも、こちらもチリッシュさんだろうか。いや、かわいい、ありがとうございます。で、一番後ろの
袋にはかわいい女の子かけるクマちゃんだったりの素敵な目も入れてくださってますね。いや癒されちゃうな。あ、そしてこれはキラキラシリーズのすごいメモだ。うわ、まばゆい。いちごの馬車だ。いや、すごいな。なんてかわいい。あ、すごい。レトロアニマルちゃんもキラキラしてるメモが。いや、すごい。このアニマルちゃんたちもすごい。なんて贅沢なメモなんだ。こちらで、こちらが横長系のメモ帳になってて、うわー、これは知らなかった。こんな可愛いチケットメモあったんだ。チョコレートケーキ、うわー、同じシリーズで、知らなかったな。ありがとうございます。あ、でこれはネムの木さんかな、違うかな。猫ちゃんのすごくかわいいメモ帳を入れてくださってて、あ、やっぱりネムの木さんだ。素敵ですね、ファーストクラスチケット、ありがとうございます。